皆様こんにちは。南淡路市のにゃんころめピアノ教室です。今日も暑い一日になりそうです。体調管理には皆様も十分気をつけてください。無理をしないでできることを少しずつ、上達するためには好きになることが一番です。今日もロマン派のシューマイ先生のトロイメライを弾いてみますが、この曲はゆったりと夢を見るという意味の曲です。手首の力を抜いてゆっくりとリラックスをしながら弾いてみることがこの曲のポイントです。アーティキュレーションもたっぷり味わうように弾いてみること。トロイメライはまさに夢心地という意味です。この曲を弾きながら眠ってしまってはいけませんが、シューマイ先生のトロイメライを弾いてみます。Thank you.
シューマイ先生のトロイメライと、いろんなテーマ曲を弾いてみました。毎日楽しみながら学ぶこと、頑張らなくてもいいんです。毎日少しずつ楽しみながら上手になれ、もっともっと上手になれと思いながら練習することがポイントです。もっと上手になったら嬉しいなと先生はいつも反復練習を繰り返しています。良い子の皆さんも毎日楽しみながら鍵盤に触れる習慣づけをしてくださいね。それではバイバイキーン。